こんにちは、プロゴルファーの有村智恵です、日本女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディース終了しました、残念ながら今回は予選落ちをしてしまったんですが、本当に反省点としてはですね、まず開幕前日にちょっと首を痛めてしまって、開幕戦のその初日2日目こう朝からいつものウォーミングアップではなく、もうとにかくその首の痛みを取るケアの方にすごく時間を割いていたので、なかなかこういつものウォーミングアップができず、すごいこうバタバタした状態で試合に入ってしまったことが今回の一番の反省点でした。私自身も30代に突入して毎回痛みもなくすごく体がいい状態で試合に臨めるっていうのはもしかしたら少なくなってくるかもしれません。そういった時にどういう準備を朝からしてどういうふうに臨むのかっていうものをこれからは考えていかなければいけないなと思ってますし、そういうことをたくさん学ぶことができた開幕戦になりました。応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。来週はベストな状態で入れるようにまずはこの数日でしっかりとケアをして、しっかりと練習をしていい成績が残せるように頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いします。